新妻小間五郎10月から1937年8月12日は幕末の合津藩士。明治大正期の警察官大分県知事小倉市長である福島県出身新妻一郎の長男。母親戦争後に上京し羅卒として警視庁に入る。西南戦争においては抜刀大使として戦った。1880年に 警部補へ昇進して、以降は、三重の天国などを経て、岡山、広島、新潟、千葉、宮城、兵庫、大阪の警部長、刑務長、警察部長を歴任した。この間、1900年の義和団の乱で功績があり、二国、新国より叙勲を受けた。1917年、大分県知事に就任し、4年教材任知事を退いた後、 小倉市長を一気務めている。新妻は声優会系の知事であった。当時の大分県会は声優会系議員が少数で、新妻は予算案成立に野党出し抜きを図ったが、失敗している。大分県は高等学校の設立を希望しており、新妻も誘致に動いたが失敗した。しかし文部省から地元の寄付金を条件に高等商業学校の 設置案を示された。新妻は条件を受け入れたが、当時の大分は財政に余裕がなく、地元大義士らの交渉によって、寄付金の総額を減らすことで設置が決定した。この他新妻時代に、大分県庁の新庁舎建設が決定している。大分高等商業学校、大分県庁舎の開校、落成は、新妻の退任後のこととなった。 ニーズマは公職にあること48年に及び、公職生活中1日の欠勤もなかった。高等官1等、正4位、君2等に助せられている。旧藩の京都市御色時代に京で没した、藩白を葬った黒谷墓地の整備に際しては、寄付金募集の発起人の一人であった。1937年8月12日死去。死後。 生誕の地であった稲わしろ峰山に葬られた。去年83。名天国標伝、明治、大正、昭和三代の地赤日本行刑事研究会、三重県、合図人物辞典、新妻駒五郎、ハット AB 大分歴史辞典等色知事2012年6月2日、閲覧大分県歴史辞典大分高等商業、学校2012年6月2日閲覧。 大分県歴史事典大分県庁舎2012年6月2日、閲覧、官報第1324号、除任及び、事例1916年12月29日。官報第5848号、除任及び、事例1902年12月29日。官報第2 6 4十号、除任及び、事例1921年5月21日。 三重県各府県警務長、ありがとうございます。